はい、こんにちは。素因数分解せよと。単に素因数分解するだけの問題なんですけども、中学校の定期試験だったら、まあ、素因数分解習いたてで、まあ、2とか3とか小さな素数で順序よく、こう、連序法で割っていく問題出るかもしれないですけども、まあ、これ私は考えないですけど、まあ、単にそんなちっちゃな素数で順序よく割れていくようなものは、もちろん出題しません。かつて慶応女子校が、9991を素因数分解せよっていう問題出したことありましたけども、まあ、ちっちゃな素数じゃ、そううまくは割れませんと。まあ実際、2でも3でも5でも7でも割れない数。まあしばらく割れないけど、なんかうまく探せますよっていう願いが込められてると。で、電卓遊びってよくやりませんでしたか ?1、2、3、4、5、6、7。8飛ばすのがポイントですけど、かける。9ってやると1が並ぶ。じゃあ18かければ2が並ぶし。なんで63かければ7が並ぶと。いうような電卓遊びとか、1、2、3、4、5、6、7、8、7、6、5、4、3、2、1ってやって、まあ、ルートのキーをビーンと押すと1が並ぶような話とか。まあ、そういった電卓遊びよくやってると、なんかちょっとピンときてくれるかなっていう感じなんですけど、まあピンゾロの平方数って回分数っていう言葉が回分数って言葉、回分ですね。上から読んでも下から読んでも山本山の回分、トマトとか新聞紙とか竹やぶ焼けた回分数になるんですよね。ゾロ目、ピンゾロの平方数って1、2、3、4、3、2、1みたいな。押すと、まあこれ見て気づいてくれるかなと。1、2、3、2、あと4を足すと1、2、3、2、1と、これは111の2乗ということなんで、1、2、3、1、7は111の2乗引く4、2の2乗と。ということで、まあ、和と算数式ができましたと。111足す2と、111引く2と。ということで、109×113 と。で、まあ、これらが素数であることは確かめなければいけないんですけども、これらが素数であることを確かめるには、2、3、5、7で割れなければ、もうそれで素数決定でいいんですよね。一般的に、ある自然数 n が、素数かどうかを調べるには、まあ割って調べていくのに、どこまで割り算すればいいかっていうと、ルート n を超えない最大の整数まで調べればいいと。なんでこの場合だったら109だったら、ルート109の整数部分10までで割れなければ、まあですから10は素数じゃないんで、もう10以下の素数。なので割れなければもう素数決定っていうのは、もしも、11で割り切れるかやったら、この解は11よりちっちゃいですと。この小は。だったら、もっと早く A で割れてますねと。割れてませんねと。いうことで、まあ、ここまで調べて素数なんで素因数分解終了ということになります。では以上です。ありがとうございました。